じゃあこんにちは。おはようございます。慣れてきました。慣れてきた。はい。いやさ、12球団もう全部集まっての、はい、あみちゃんが監督だったら、はい、誰を起用していくか。ベストナイン。難しい。いや難しいよ。ベストナインですか。いやもう自分の、はい、その成績度外視していいから、はい、自分のあこの選手がこう先発させたい、うん、こいつにかぶってほしいとかさ、はい、これファーストみたいな、うん、ちょっと選んでみて。はい、ピッチャー決まりました。岸則本さん、則本ね、則本さんにしてサイン飾ってあるしな。はい、もちろんです。いえ、キャッチャーは、うん、キャッチャー誰にしようかな。あ、キャッチャーは本当に個人的な意見で、全然いい。日ハムに行った宇佐美さん、まだまだ若手の枠でいいんですかね。まあ、宇佐美さん、なぜかと言いますと、お兄ちゃんの大学の後輩なんですよ。なので応援してる枠で。どこの大学？城西国際です。勝木ある？勝木あります。でも応援はバッティングもいいので、だからセリーグ方式で、パリーグでもいいか、セリーグ。なんだパリーグ方式とかセリーグ方式。DH 入れるか入れないかで。DH 入れていい。あ、入れていいんですね。まあキャッチャー宇佐美さん、まあバッティングのことも期待して、はい、勝つ気ありますよ。でも個人的なのですから。まあそうですね。宇佐美。はい。宇佐美は嬉しいだろうね。はい、見ててほしいですね。あと誰だろうな。ファースト。ファースト。原口さん。おお、渋いとこですね。渋いですか。いや、山川とか言うかなとか思った。いや、ちょっと変えました。原口さん、阪神の原口さん。それはなんで？やっぱりなんかドラマをいろんなドラマを生んでくれるじゃないですか。まあオールスターでもそうでしたし。それを期待します。ドラマ枠。いやいや、ファースト枠にしといて。とりあえずファーストは別にドラマ起きるかどうかも分からない。いや、なんか好きな選手の一人なんですよね。そうやって全然いいよ。なんか野球って素晴らしいなって、やっぱりチャンスに強いってとこが魅力ですよね。まあ大病もあって、はい、戻ってきて感動を与えてるというね。まあ必死のグッチでお願いします。はい。グッチじゃない。グッチもあるんですよ。そうなんです。はい、セカンド。セカンド、これも迷いますね。いや、どこも迷うでしょ。今2人で迷ってます。まあピッチャーだけ迷わなかった。ピッチャーだけ迷わなかった。キャッチャーも迷わない。キャッチャーもはい、応援枠なんで。セカンドも今2人で悩んでるんですけど。誰と誰？いや、出さないです。なんでだよ。いやでもどっちがいいんだろうっていう。まあ私の今年のセカンドですよ。でいいなって思ってるのは、まあ、ヤクルトの山田さんと楽天の浅村さん。ちょっと出してんじゃない？いや、出しました。どっちかなって、どっちだろうな。いやーでもまだヤクルトの選手がいないので山田さんにします。いや、これから出てくるかも。いや、鉄道でいい。はい、しばらく来ないと思います。それはなんだよ。やっぱり打撃もありますし、まあ、コンスタントに打率も残してくれますし、あと足も速いですし、まあ、守備もうまい。全部しょろってる。大丈夫。しょろってる。しょろってる。そろってる。はい、そろってます。すごい使いやすいですよね。まあまあ、器用なタイプだからね。はい、サード。サード。誰にしよう。いつもそこから入るな。いや、本当に。今12球団のをまとめてます。うわ、誰だろう、めっちゃ迷いますね。サードが一番迷うかも。そんなに多い。多いという意味。いないという意味。いや、多いっていう意味です。誰がいい。今パワープロで考えてますから。パワープロでどうやって。パワープロやんの。パワープロ昔やってました。パワープロで使うとしたら。サードか。めっちゃ真剣に考えてくれるな。あ、でもいやー、迷う。いや、誰と迷ってんの。いや、今本当にいろんな候補がいすぎて。いや、でも消去法で頭の中で。いや、消去法で今削って落としてるの。落としてます。うん、それで23人になったでしょ。なってますけど。誰23人になった今は。あ、でもはい、決めました。誰。レアードにします。今年のすごいね、はい、俺日本人しか出てこないと思ったら。あ、本当ですか、うん、出てきました。やっぱり今年ホームラン打ってるんですよ、たくさん。いや、知ってるよ。なのでやっぱりそこで打撃にも期待したいですし、まあ、守備も頑張れっていうことで。なるほどね、はい、まあ、一応松田さんとレアードさんとあと宮崎さんの今年で考えてます。今年で、はいはい、ショートショートもあー、迷うな。ショートこそ、あ、言いました、言いました、坂本龍一、はい、もうこれ鉄板でしょ。申し訳ない、今迷った自分が恥ずかしいです。そうでしょ、うん、いやでも源田もいるからね。いや、タイプ的には、うん、そうですね。いやでも坂本さんかな、やっぱり。これはね、俺も、はい、歴代のベストナインで、はい、坂本は入るから、ショートに。歴代ですか。歴代、もう今まで歴史の中で。本当ですか。もうスーパースター、俺の中で。あら、洗ってない。そうなんですね。で、今年だけじゃなくて、もう歴史の一番のショートだ。俺の中で。すごい。すごいでしょ。好きなんですね。いや、好きだっていうか、成績もそうだし、やっぱジャイアンツというチームで、はい、もう10年以上ショートを務めてるし、すごいな。で、なおかつまだ頑張ってる、はい、あれ3000本いくか。いきますね。まだまだ、はい、何十年もやりそうで、あと10年ぐらいやりそうですよね。まあ、ショートでは厳しいかもしれないけど選手としたら10年ぐらいはやるだろうね。わあ、すごいな。でもショートでずっとやったら体ボロボロになるからね。よく思い出したね。いや、今誰だ、他のやつ言ったら殴ったろうかなと。なんでですか。いやいや、はい、外野だったらポジション別じゃなくて3人あげて。3人、決まりますけど、迷うな。だけどやっぱり好きな選手がいすぎて。好きな選手でいい。迷う。個人的に中日の大島さんも好きなんですよ。入れる、悩んでます。多分大島は喜ぶと思う。入れたいですよね。いや、別に入れなくてもいいし。でも入れたいんですけど、でもすごいなんかもう私がまあ今こうやって決めてるのもおかしいんですけど、まあ本当パワープロだと考えてます。パワープロですからね、うん、誰だろう。本当監督ですもんね、うん、で何でも OK。 秋山さん大島じゃなくなった。西武の秋山さん、今ちょっと考えて。はい。で、あと2人は、あと2人誰入れますか。それ聞いてるからね。いや、本当にそんな悩む。いや、めっちゃ悩みます。やっぱりまあ知ってるだけに悩むわな。なんか好きな球団もこれといっても全球団あるんで、どのやっぱりな、難しいな。誰を入れるか悩みます。まあもうじゃあヒント出そうか。どうぞ。まあ柳田とかは、はい、丸とかは、あ、青木とか、あ、とかいっぱいいるじゃん。はい、青木さん入れます。どこに入れる？レフト。青木さん、まあそうですね、ちょっと横に行ってもらって、レフトに横に行ってもらって、横に行ってもらって、あと1人、あと1人で、今ね、出てきたのもそうなんだよな。丸さんもいる。そうなんですよ。そうなんです。近本も出てきた。そうなんです。福留、糸井もいるし、あ、平田もいるし。決まりました、はい、糸井さんです。糸井の魅力は何？糸井さんの魅力は強靭なパワーですかね。あとスタイルがすごくいいんですよね、糸井さんの。確かにな。そこが私、糸井さんのプレイスタイルというか性格も好きですし。性格話しようか。何度か番組で共演させていただいて、なんか明るい。話の意味分かった。はい、なんとなく同じような感じ。数字入るものはありました。あったの？マジで？なんか全然しゃべれました。しゃべれましたっていうのもおかしいですけど、会話ができました。キャッチボールできました。いや、そら会話ぐらいできると思うけど、DH はいいの？あ、DH そうだ。DH にまあ山川さんかな。山川さん。はい、山川さん入れます。なんか申し訳ない、そばに入れてるな。じゃあ、山川さんはもう、まあ、はい、入れます。やっぱりホームランっていう魅力があるので、はい、あと、これも一緒にやりたいな、監督として。やんの監督。やりますよ。どすかーいって。威厳ゼロの監督ですから。私は。いや、わかんないよ、勝負がかかったら。